り集中力が違う胸、またしても好プレーが出ました。茶返し、打球は二遊間、藤岡が走るヘッドスライディング、アウト。判定はアウト。当初の判定通りアウト。サード、難しいバウンド、胸が飛んで一塁へ。コペ、いや素晴らしいプレーですよね。下がってやってますけど、本当そうですね。この辺りこう投球スタイルを変えてきています。セカンド追いついた、一塁まで。お向かたナイスプレーです。いやナイスプレーですね。打球も強烈に速かったですけども、本当ドンピシャのタイミング。点差は1点。セカンドゴンザレス、二遊間が見せます。歓声からため息に変わりました。捉えたか、ショート紅林、はい、超ファインプレー。これは大きな大きなプレーです。いやーうまいですね。触りましたね。二塁間、外崎取って、一塁どうか、一塁アウト。この先のファインプレー、ここも球際の強さを見せました。これリクエスト使ってなかったら使うんですよ。今で関係あると思うんですよ。右方向、ショートバウンドですよ、落としたんじゃなくて、ショートバウンドで取りましたよね。そうですね、取ると見せかけて落としたような、落としたというか、うん、見送ったような形でしたね、はい、センターへほぼ正面だ、前進してどうか、突っ込んで取ったか、取りました。杉澤のハイプレー、この辺りでもまっすぐ前に出て最後飛び込んで、このタイミング、そうですね、はい、もう躊躇しなかったですよね、よく取りました。